Thank you.
出てくれていいな。たくさん釣ったってね、なんかね、同窓会みたいな、同窓会の感じがするんですけど、このバンドはガトリブレッジで、ガト、猫、リブレは自由という、スペイン語なんですけど、要するに野良猫、野良猫って意味なんですけど、今度はもう、ですね、このメンバーではなかったんですけど、当初のメンバーの時からの CD が今度で7枚目がもうすぐリリースされるんですけど、今日もちょっとそれ持ってきてますけど、猫というタイトル、もろ猫というタイトルで出すんですけど、その CD ジャケットに猫の写真を使いたいからつって、Facebook でバーッと募集しますって出したんですよ。そしたら世界中から何千枚っていうネックの写真がわーっと送られてきちゃって、もう本当に選ぶのが大変だったんですけど、これで6曲その CD に入ってるんですけど、じゃあ6枚ネックの写真選ぼう。で結局今あそこに CD 見てもらえば、結構、ね、いい写真があります。あとで、ね、見る、買わなくていいですから、見るだけでいいですけど、見てみてください。今やったのがその猫の名前じゃないんだけど、今、タマという曲なんですけど、猫の名前、ベスト10っていうのを検索したら、タマ。次にあるモモとか姫とかいろいろベスト10のやつが出てきた。そこから6つ選んだんですけど、今のは一応タマというのがついてます。あんまり関係ないんですよ、別に。どういう名前でもいいんですけど、とりあえず次はモモとか。Thank you.
初アコーディオンとベースとギターとトランペットでやってたんですけど、どういうあれ加減か知らないですけど、2人とも死んじゃいましたけど、トランペットギターがもう素晴らしい、ベースとギターだったんですけど、その後どうしてもその同じ楽器の違う人を頼む気がしなくて、なんか違う楽器の方がいいと思って、いろんな人をこう来てもらって何回かやってたんですけど、ね、そのうち金子さんがね、来てもらって、あ、なんかこうサウンド的に面白いいい感じだなって思って、今現在この編成でやってます。今このやってる曲は、今度6月にリリースされるレコードの中からの曲を今、ワンセットでずっとその曲でやっています。次がミート。Thank you.
チャンネルにしましょう。ワンセット目、最後はもうね、猫の名前としてはもう定番みたいな、トラ、トラちゃん、はい。Yeah.
違う編成でやってたんで、どういうふうに、表現できるかちょっと分かんないんですけど、今日ね、ちょっとリハーサルもできたので、やってみたいと思います。昔の曲から、スクランブル。Thank you.
クランブルと言ってるんですけど、次はこれも本当に、違う編成でやってた曲でどうなるか、こっちも、お楽しみって感じで やってみたいと思います。ダイヤルを語らないっていう、向けでダイアログ、ダイアログ、yeah.
もこの編成で初めてやってるので、どうなるかこちらも楽しみです。
ガトの時、ガトリブレの、ガト、モロ、猫って曲です、これは最後の曲です。Thank you.
じゃあ、お気遣いで。本当にやってほしいのよ。短めで。元いた2人 の、 あのメンバーに捧げます。ものすごいあのミュージシャンなんですけど、フォーエバーという感じの気持ちで、フォーエバーという曲でした。またお会いできたらどうもありがとうございます。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。南郷中学南郷中学ずっと